いただきましょう。はい、いただきます。いやでも十分ガジさんもやばいんですからね。十分俺見ちゃうよ。少なくない？いやいや少ないわ、嘘。あ、うまっ。うん、うまっ。30分後、あ、くたばったらすいません。ではいただきます。よければこの肩も1枚持ってってください。めっちゃうまいんで。めっちゃうまい。牛丼さんもどうですか？これ測ってないで。ムチムチですよね。あと10枚ぐらいです。あの、僕がきつくなったらお願いします。じゃあ。うまいけど今日も減らないやつですね。そんな上に入れる。あ、はい、びっちり目いますよ、奥まで。でも黒マユはうまい。
ロースのカッ、うまいけど10枚ぐらい入ってる。さすがにきついかもしれないですね。ガチ意外に高いかもしれないですね今日、うん、やってないですか。この感じだと一杯でスケジュール一杯って感じですね。夏の暑いラーメンいいですね。限度があるそうなんですね。やっぱり大盛りぐらいかなって思いますね、いつも。あ、なるほどね。なるほどね。僕、あれっすよね、もう10分ぐらい食べてるはずっすよね。変わってない気しかしないですけど、大丈夫かな。やっぱほら、申し訳ないんで、もらっちゃうと。
今まで食い切れた中で一番きつかった量的な意味、量的な意味は茅橋ラーメン、あの千葉の茅橋ってことある、あの 9. 点何キロとか僕がやった時はこの時計量まだしてて 9.7 キロありましたね、スープ込みで。制限時間は1時間で僕が50何分、2分とか3分とかだからそこクリアして何人かぐらいしかなくて、マックスさんと菅原さんとあと山本さんかがクリアしてる。で、4人だけですね。ほんとあのスープが5キロぐらいあって超しんどいですよ。ガジさんの挑戦の動画待ってますんで。でもワンランク下でもあるのかな、とか 6キロとかだと。ガジさん、もうお盆なんでそろそろ帰ってください。そろそろ帰ってください。何日目ですか、こっちにいるの。頑張れ。近いうちにガジさんの地元の方にも遊びに行きます。なんかいろいろ話してる間になんだかんだ僕の方も、すいません、すいません、はい、おかわりスープになれますか。はい、どうも。ああ、もうちょっと待って、これ待って。なるほど。あの、言われると困っちゃうんで先に言っとくんですけど、僕は階段はいらないです。大丈夫です。また欲しがり屋さんだ。言えば言うほど相談来るんですね。やっぱりガジさんもそうだと思うんですけど、比較的撮影とか行くと一人の方が多いじゃないですか、こうやって一緒だとやっぱ楽しいですよね。動画で使えないのに喋っちゃうみたいな。どうしても楽しくて。めっちゃカップってすげえ。すげえ。あ、何でですか。出ます。私は動画やりだした時とかは一時もノーカットで全部見せてやると思ったんですけど、なんか今はもう変わりましたね。あ、ちゃんと見てもらいたいところは残してます。だってチャレンジじゃなきゃゲップとかいらないんですよ、絶対に。
それがね、持ち味の人もいるし、それが楽しい人もいますけど、僕はもうそういう人に任せます、ここは。うん、でもしんどいのも人に任せてます、もう。しんどい量なのは。最近あんまり撮影とかでもきついのって回ってないですね、昔に比べると。うん、すごいな。今思うとなんか頭おかしいなって思う。本当にやる気負けん気がやっぱりすごく強かった時期があって、昔は。それこそ動画やり始めの頃って、そのね、番組の大食い大会とかがあったりしたんで、やっぱどうしてもなんか負けん気が強くなっちゃってて、人の記録を聞けばそれに負けたくないから行きたいとかやってましたけど、今は普通に、ああすげえあの人めっちゃ速いって終わっちゃってます。そこを超えようとかなくなっちゃって。いや、なんかまあガジスさんもそうなんですけど、オフでその方を知れるようになったから。で、当時は全然ただの選手、知らない選手だったの、みんなが絶対負けたくないと思ったんですけど、逆に今はいい意味でそう思わなくて、でそういう馬の時だけはちゃんとより負けたくないと思いました。普段は超怠け者です。超怠け者。全然怠けてるのに見えないですね。あれですよ、当時だったら僕は一言も喋んないで僕も二人ますよ、きっと。絶対にかでさん、いやいや、正直え、一緒に撮ろうと言ってくれると思わなかったんですよ。え、まずそもそも来ると思わなかったですか。そもそも、まあ、いやいや、せっかくならと思って、出すかったから一緒に来なかったことです。ああ、そうかもしれない、ね、自分からそれを拒否した。だから、俺って言って確かにそうかも。え、なんか、なんだろう、昔は正直嫌だと思ったんですよ、その編集とか、ね、で、あと相手のことも気遣うじゃないですか。それこそ今言ったゲップとか鼻かんだりとかをカットしつぶれちゃったらどうしようとか、いろんなプレッシャーがあって嫌だったんですけど、なんかほら、せっかく動画にするんだったら楽しい食事を分かってもらったら嬉しくなってきた、最近は。それだったらなんか一緒に楽しく食ってる風景も、それもまた味だなと思って。ガチでガーッてやってるのかっこいいですけど、そういう時はもう一人だけでいいですよね、そのガンは。昔あのドラコ君にも言われてましたもん、あの子はもともとカットするじゃないですか、そういうところ。で、僕はカットしないから、コラボをするともうラスは本当にカットしてくんないから嫌だって。それで最初から言ってるじゃんって言いながら、言うこと聞かないみたいな。動画だと世話しなく食ってるから、なんとなくゆっくり話しながら食べてると、まあ普通に食えますよね。それもありますね、うん、やっぱ普通に撮ってる時はこの量でも僕ってなってますもん、やっぱり。
あでも今日和田さんいてよかった。きついと思ったけど普通に食えた。よかった。僕らの中でもスタバみたいなは無理なんですけど、お腹いっぱいじゃないですけど、飲み込めない。お待たせしました。ごちそうさまでした。じゃあ、ああ、もういっぱいだな。階段を落とします。いいお家をありがとうございます。